コンタクト入れました。ベロアチョコ、さようなら。今からゆらめとお揃いになります。髪の毛はハーフツインにします、はい、やっぱね、ロリコンはね、わかりやすく幼い感じはハーフツインがいいんじゃないかと。でもラミッキーのハーフツインが本当に天才だから、ね、本当にこれ一番まずハーフツインをどこで結ぶかっていう場所を、うん、例えばゆらのさんだってその時のファッションとかどういうシチュエーションで撮影するかによって若い JK 役みたいな場合だったらちょっと高めの位置に、うん、もう子供だったらもうこの辺とか、そんなにいないかな。あなたはドラマとかでさ、はいはいはい、そうなぜか小学生役とかさ、誰かの再現、はい、自分の 子供時代とか、はい、元気な小学生はここじゃん。確かに。でもこんな小学生いないけどね、うん、漫画だよね、うん、でまあ実際にやるのはまあ高くてこの骨髪の位置か、うんうん、もしくはより幼くなるの意外とこの美少女アニメっぽいのはここなんだよね。これはもう自分でこうここだなっていうのを探していただいて、普通このゴム使わないんでね、うん、まあちっちゃいゴムでみんなはやってください、ね、でもメイクさんはみんなそうだよね。メイクさんはねこういうのを使うんですよ、うん、でこの時にやりがちなのは髪の毛をこう持ってまとめてここで結ぶとここがこう立つんですよ、うん、で元気いっぱいは立っていいんだけど、うん、そんな元気じゃないじゃん普通っていう場合は、うんうん、本当はこう寝かせたり、寝かせる場合はこの寝かせるのがポイントなんだよね。そう、寝かせるのは弱く角度で毛を後ろに持ってってゴムでこう止める、うん、だから多分輪っかのゴムの時も後ろに持ってってちょっとね、ここの毛をこの角度を後ろに持って後ろ向きにねこうやってでゴムで、まあ、プロの人はねこうけど後ろにやってこれまあこういうことですね、うん、そうするとこうかわいい、あんまりここが出っ張りすぎないビヨンって、うん、このツインテールのこの尻尾とこの毛の間がつながってるっていうのがポイントで自然に見えて、そんなにあいつツインテールでちょっとやばい痛いみたいな感じに見られないけど、それになくツインテールができるっていうのが、これも同じくなんだけど意外とこの高さが合わないっていう事件ははい、もう毎回だよね。それはもう誰がやってもそうなの。ハーフツインの結び直しは並木あるあるだよね。違うね、それで結び直す場合もあればそのちょっと面倒くさいとそのままで顔の角度で調節してもらうっていう。あ、でも今日同じだよ偶然。これがね多少ずれたりするとちょっとこういう風にしてって言うとあほらあったってなるよね。でこういう風にして今日めっちゃメイク綺麗。失礼。ちょっと失礼ね。いつも違うみたい。いつも今日めっちゃメイク綺麗。いつも動画を回せばいいんじゃないかって。めっちゃ時間かかる。丁寧にやってくれる。ここにリボンつけたりもするよね。あ、うん。よくつけましょうか。うん。あのミッキーはリボンもねいっぱい持ってる。完成しました。完成、こんな感じでいつも私のロリコンスタイルは作られています。作られております。並木お手製、はい、うまくできました。この動画が少しでもいいなと思っていただけたり参考になったよっていう方はぜひチャンネル登録とグッドボタン、コメントをよろしくお願いします。ね、ナミッキーのメイク本当にね知りたい人めちゃくちゃ多いと思うから、ドールメイクの本はいっぱい出してるけど、はい、動画ではあんま紹介してないんです。あのそう DJ の動画配信とかよくやってるんだけど自分のメイク動画っていうのはやってないよ、ね、ほぼやったことない。だからそういうナミッキーファンの方もぜひ参考になっていたら嬉しいです。それではオチユラノとナミッキーアキオでした。バイバーイ。バイバーイ。